雪かず雪、土井陸来期、1832年間、国立科学博物館の展示。雪か図雪は、下宇佐国古賀藩の藩主、土入リが表した雪の結晶の観察所である。1832年観光。江戸時代は平成、令和の現代よりも気候が寒冷であり、関東平野のほぼを中心に位置する古川においても、たびたび降雪に見舞われた。特に、 天保年間は雪の結晶が観察できるほど冷量な気候であった。文政5年から古河藩主を務め、また天保後期に老中にもなったドイリーは古川においてオランダから輸入された顕微鏡を使って雪の結晶を観察し、観察図と研究を雪数説、俗説数説にまとめて出版した。日本初の雪についての自然科学書として、 高い評価を得ている。雪数節本文に記される観察法を大まかに紹介すると次の通りである。雪が降りそうな夜を選び、黒地の布を屋外の冷気であらかじめ冷却する。冷えた布で降雪を受ける。布の上の雪を崩さないように注意してピンセットで取り、黒湿気に移す。吐いた息が資料にかからないよう注意しつつ、乱鏡で観察する。 整った形の結晶が観察されるには大きな結晶が形成され、なおかつボタン雪のように融合しない摂氏10度から引く、摂氏15度の気温が必要となる。当時の寒いように顕微鏡観察を行うにはかなりの苦労があったという。この本は鹿版であり、出版数は少なかったが、当時のテキスタイルパターンに影響を与え、雪か模様の流行をもたらした。 現在でも古川は雪国でもないのに、市内至るところに雪か文様が見られる。ありがとうございます。